ラックがあるはずなんThank you.
一人大丈夫。怪我しないよ。ほんまでっか。入ろうとしない人がいるよ。結構いい。それもヒルに食われに来てる。壊れてしまう。え？見ます？チャレンジだよ、本当に。来客。おー。こんにちは。多分なんか騒がしいなと思ったんだろうね。何がいるか分かんないけど、カエルが出てきた。階段掘りの達人がいました。ほらまだ掘っとります。あ、なるほど、スタとかそれ便利なんだ、うん、ちょっとしたやつはもう切れますよ。本当だ、買ってこよう、うん、これぐらいのやつもさっき切ったっけ。あ、そう。あそこにこれあれなんだっけ、古紙の一等って、これジパングの中に、うん、ツバメ三条のなんかブランドのやつがあって、はいはいはい、そこで買ったんですよ。実際に階段を上がってみましょう。よいしょ。なんということでしょう、ここにも階段が、はい、最後ここ登りにくかったんですよ。すごい。少し、はあ、違うだ。ここにみんな倒木集めてあります。というわけで本日の作業はとりあえず、俺雪山で階段作ったやつ好きだったんですよね、小さい頃から。な
けすごいあれだ楽しんだ普通に A さんが置いてった あそうなんですか、うん、A さんブロックで作ったみたいな何のために置いたか分かんないねはい、今日はですね、五泉市日の出食堂さんでご飯にしまーす。ここね、生姜焼きがめちゃくちゃ美味しいんですよ。生姜焼き定食。はい、失礼します。早っ。俺は生姜焼き定食。ここで生姜焼きっていうか他の生姜焼き食えなくなっちゃった。そうなんすか、うん、じゃあ俺も生姜焼きって何ですか。半ラーメンつけていいですか。いいっすよ。あ、すいません、生姜焼き定食に半ラーメンつきます。生姜焼き定食と半ラーメンつきます、はい、食うね、いいよ。じゃあそれ、あ、生姜焼き定食2つと半ラーメン1つ。半ラーメン1つ。俺は半ラーメンいらない。今日も疲れました。はい、いい汗かけました。身になる汗だね。結構いろんな人が来てんだね。失礼します、お待たせしました。いや、うまそうだ。あれ、これ斜めに座った方がいいかと思う。まあ、そうかもしれない。生姜焼き定食。小鉢がすごいですね。すいません。はい、ありがとうございます。食べるね。はい。その分動いたんで、プラマイゼロ。ね、いいんだろう。いただきます。いただきます。うまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。晴れ間、梅雨の晴れ間あればね、曇り空だったら、うん、いや、楽しかったですよ。階段降りだった。ありがとうございました。いい、あ、車